我々デスクのための三大欲求といえば、超速ネット通信欲、爆速ファイル転送欲、そして配線整理欲ですが、これら全ての欲望を最高クオリティで処理してくれるのが至高のドッキングステーション、カルディジット TS4 です。こんなにも具体的に MacBook の生産性を高めてくれるガジェットを僕は他に知りません。そもそもドッキングステーションって何とか、残りのデスク人生もっと三大欲求に忠実に行きたいかもって同志の方はぜひ最後までご覧ください。はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流最強ドッキングステーションカルディジット TS4 の凄さと使い倒す方法についてです。パソコンは M1 MacBook Air、 用途は普通のデスクワーク&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングなんで、あなたにもお役立ていただける部分は多いかと思っております。いやいや、ドッキングステーションなんていらんっしょとか、手軽なハブとかモニター内蔵のドック機能で十分っしょって思いますよね。僕もそうでした。そしてそれは誤りでした。機能てんこ盛りなんで、独断と偏見とリビドをたっぷりにサクサクいきます。まずはドッキングステーションって何ってところです。ドッキングステーションはケーブル1本だけでノートパソコンと周辺機器を無敵合体接続できるアイテムです。TS4 から生えてるたった1本のサンダーボルトケーブルを MacBook に突き刺すだけで、 MacBook の充電も有線 LAN 接続もモニターもスピーカーもループレック CT もヘッドフォンもウェブカメラも全て一瞬でつながります。ノートパソコンの機動力と書斎デスクの快適さの両取りができる神ソリューションです。お手軽なモバイル型のハブもあるんですが、端子の数が少なかったり仕様が弱かったりなんで、デスクでがっつり使う場合は据え置きのドッキングステーションの方が間違いなくおすすめです。最近はドック機能を持つモニターも多くて実際便利なんですが、僕の場合は最終的に次のような不満が出てきてしまいました。まずモニターは高いし大きいしで基本的に数十年使いますが、周辺機器とか業務フローとか技術革新の方は日進月歩なんで、モニター買い替えより早いタイミングでモニターのドック機能だといろいろ足りなくなる可能性すこぶる大です。あとモニターにいろいろ接続するとモニターアームでモニターを動かしにくくなっちゃいますし、ケーブルも視界に入りやすくなってしまいます。モニターの本業は映像を映し出すことなんで、ドック機能には期待せずに映像描写力にフォーカスして選ぶのがなんだかんだおすすめです。持ちは持ち屋ということです。例えば僕の場合、映像さんというメーカーのフレックススキャン EV3895 という 37.5 インチウルトラワイドモニターを使ってて、映りが明らかにソフトで滑らかで目が本当に疲れなくて、物としての質感ビルドクオリティもすごく高くてものすごく気に入ってるんですが、ドック機能だけは不満でした。気になる方は以前の動画もご覧いただければと思いますが、簡単にお話ししますと、せっかくモニターにイーサネット対応の有線 LAN 端子があるのに、モニターと MacBook をつなぐ USB-C ポートが USB2.0 っていう激弱仕様でボトルネックになっちゃってて、モニターのドック機能を使った有線ネット接続よりも普通に MacBook の無線接続の方が通信速度が速いというありさまでした。あと最近 SD カードも使うようになって、これがモニターのドック機能ではカバーできないんで、結局カードリーダーが新たに必要になってました。そんな感じで将来にわたってモニターのドック機能だけで乗り切るのは普通に無理と悟った次第です。ちなみに今は有線ネット接続も SD カードの読み込みも全て TS4 で実現できたんで、モニター内蔵のドック機能への不満が丸ごと消え去った分、逆にこのモニターへの満足度が最高レベルまで高まってしまいました。はいはい、ドッキングステーションの存在意義はなんとなく分かりました。でも Amazon でドッキングステーションって調べるとめっちゃいっぱい出てきて、わけわからんのですけどってなりますよね。有名どころだけでもアンカーさんとかベルキンさんとか OWC さんとかいろいろあるんですが、理想の書斎作り調べですと2022年6月時点ではカルディジット TS4 が最強です。スピーチとスカートは短い方がいいって近所のおばさんが言ってましたので、 TS4 にフォーカスしつつ、自動的にその他のドッキングステーションとの違いもご理解いただける構造でお話ししていきます。全体像はこんな感じです。一言で表すと、全ての端子が最強レベルな上に、さすが TS4 の4だけあって、細かいところまでいちいち気が利いてて天才です。ネットを有線接続で高速化安定化できます。ぶっちぎりの 2.5GB イーサネットです。他のほとんどのドッキングステーションは 1GB イーサネットで、普通はこれでも十分なんですが、 2.5 倍のパワーがあれば将来的にボトルネックになるリスクも最小化できます。僕の環境では通信速度が無線接続ではだいたい200から
500Mbps くらいで、 TS4 を通した有線接続だと300-800Mbps くらいにまで速くなりました。ちょっと嬉しすぎて1時間に3回は速度テストしちゃうんで、逆に無駄な時間が増えてしまいました。ちなみにスリープ復帰時にイーサネット接続が切れるとの噂があって、僕の M1 MacBook Air でも最初はこの現象があったんですが、ネットワーク環境設定とか LAN ケーブルの抜き差しとか TS4 の電源オンオフとかごちゃごちゃいじくってたらいつの間にか全く発生しなくなりました。詳細は概要欄に記載しておきます。ノートパソコンとの接続用のホストポートが後ろ側にあるのも素晴らしいです。通常は MacBook 側で抜き差しするので、ドッキングステーション側は差しっぱで OK で、であればこの端子は後ろ側にあってほしいところです。他のドッキングステーションの多くはなぜか前側にホストポートがあるのでご注意ください。 SD カードは気軽にブスッとさせます。ちゃんとカチッと手応えありなやつです。頻繁に抜き差しするので前にあるとすごく便利です。しかも UHS-II という高速転送規格に対応してるんで、理論上は最大 312Mbps、 実測でも 200Mbps 以上の転送速度がちゃんと出ます。ちなみにこのチャンネルですが、2つ前のデスク業界の闇を暴露する動画までは iPhone12 Pro Max で撮影してて、動画素材はライトニングケーブルで MacBook に取り込んでたんですが、 iPhone のライトニングポートは USB2.0 っていう理論値の最高でも 60Mbps までっていう激遅の地獄でした。今はデジタル一眼で UHS-II の SD カードに記録した動画素材を TS4 経由で取り込むようになったんで、 iPhone のライトニングポートの時と比べて転送時間がざっくり4分の1くらいまで短縮できてます。これはものすごい時短になりました。余談ですが、このお手軽ハブを使うと SD カードが同じでも実測 80Mbps ほどの転送速度しか出ません。理由はこのハブの仕様が UHS-I だからです。ちょっとここで転送速度のポイントをお話しさせてください。速度は主に次の3つの要素で決まります。データ吐き出し口の仕様と、データの通り道主にケーブルなどの仕様と、データ取り込み口の仕様、この3つです。どれか1つでも遅いとそこがボトルネックになります。3つのうちの最も低スペックな部分で転送速度が決まるということです。先ほどのハブの場合ですが、データ吐き出し口としての SD カードは UHS-II で十分高速、データ取り込み口としての M1MacBook Air もサンダーボルトで爆速なんですが、途中のこのハブが UHS-I という理論上最高でも 104Mbps しか出ない仕様になっていて、思いっきりボトルネックになっちゃってます。この3要素の考え方は SD カードだけじゃなくて、例えば外付け SSD とかでも何でも同じです。転送速度を上げたい場合は1番に吐き出し口、通り道、取り込み口の3つの仕様をチェックするといいということです。いやいや、それだけデスク環境を整えて動画の更新頻度が上がらないお前が1番ボトルネックちゃうんかってやかましい。全てのポートがとにかく強いです。どこにケーブルを突き刺しても最低でも 10Gbps、 後ろ側3つのサンダーボルト4ポートでは最大 40Gbps の転送速度が理論上得られる仕様となっていて、その他のあらゆるドックと比べても現時点ではほぼ最強と言えます。せっかくの機会なんで、この高速転送能力のフル活用方法案として、動画素材や Final Cut Pro の編集ファイルなど全てを外付け SSD に置いて、カルディジット TS4 を通して接続したままこの動画の編集にトライしてみたいと思います。僕の MacBook はストレージが 512GB しかないんで、 YouTube を始めてからはすぐにストレージがパンパンになる状態でとても困ってました。もし外付け SSD の中で動画編集が完結できるなら、実質ストレージをコスパよく拡張できたようなもんなんで、相当ナイスな気がしています。実際にトライしてみた感想は動画の最後に別撮りしてくっつけておきます。ただちょっと今の時点で気になってるのが、最大転送速度が使用上は 1050Mbps の外付け SSD、 サムスン T7 とかサンディスクの E61 でもなぜか500-60Mbps くらいの速度しか出ないんですよね。 M1MacBook Air に直差ししても 600-700Mbps くらいなんで、直差しの方がドック経由より 100Mbps くらい速いというのはなんとなく納得できるんですが、にしても直差しでも高照値の 60-70% ってのは少し遅いですよね。やっぱり M1 チップだと外部 SSD が遅くなるもんですか。キムさんお返事ください。映像出力系の仕様はこんな感じです。今は僕は M1 なんで複数モニター
ニター出力はできないですが、 TS4 がこれだけモニター出力に対応してくれていれば、後々 M2MAX MacBook Pro 12インチミッドナイトに買い替えた時も安心です。ちなみにモニター出力はディスプレイポートかサンダーボルト4ポートから行います。 HDMI が必要な場合は USB-C to HDMI かディスプレイポート to HDMI の変換アダプタを使いましょう。概要欄にリンクも載せておきます。さらに充電アダプタとしても優秀なんです。まずホストポートからは最大 98W 給電されるんで、ほぼ全てのノートパソコンが問題なく充電できます。またですね、サンダーボルト4ポートからは 15W 給電、前側の1つの USB-C ポートからは 20W 給電、 iPhone の急速充電用にぴったりです。残り全ての USB-C ポートからも 7.5W 給電されます。 USB-A ポートは 7.5W 給電です。電池マーク付きはホストコンピューターと接続してない時でも給電されます。電池マークなしはホストコンピューターがある時のみ給電です。電源スイッチがなくて必ずパソコンと一緒に使うもの、例えばこの Shure MV7 というマイクなんかは MacBook と TS4 の分離時は通電なしで OK なんで、電池マークなしの USB-A ポートに接続しています。前後の 3.5mm オーディオジャックも地味に便利です。後ろのアウトジャックにはスピーカーを常時接続しています。家で子供たちがギャーギャー遊んでる時なんかはさすがに有線ヘッドホンで動画編集するんですが、その場合は前のジャックを使います。自動的に前のジャックが優先されるのもすごく気が利いてますよね。それではお待ちかねの致命的なデメリットのご紹介です。と言いたいところなんですが、残念ながらデメリット特にないんですよね。ひねり出すとすれば、まずアダプタは大きめです。縦 15cm、 幅 7.5cm、 厚さ 2.5cm あります。ただですね、デスクの民としては今更アダプタの大きさに文句を垂れようか、いや垂れない。若干熱も持ちますが、触っても全然大丈夫なくらいなんで、僕は特に気になりません。現状デメリットはそれくらいしか思い当たらないというのが正直なところです。あと配線の取り回しについても触れておきます。まず MacBook とつなぐメインの Thunderbolt 4ケーブルですが、付属品は 80cm と短めです。このデスクは幅 186cm あって、 MacBook もこの位置で天板下に隠したいんで、カルディジットさん純正の Thunderbolt 4ケーブルの 2m のやつを新たに買う必要がありました。このケーブルは高すぎて絶望です。これが最大のデメリットと言えるかもしれません。ただホストマシンとドッキングステーションをつなぐケーブルは最重要で、ここがボトルネックになっちゃったらどうしようもないんで、極力純正品か、あるいはベルキンさんみたいな有名どころのちゃんとしたサンダーボルト4ケーブルを使うのが無難な気はしております。でこのケーブルは既存のケーブルスリーブの中に潜り込ませてクランプで留めつつ、デスク手前まで持ってきています。スリーブとクランプだけで配線整理するとですね、両面テープなどと違って何度でも気兼ねなくやり直せるんで、めちゃくちゃおすすめです。動かす予定のないケーブルはベルクロのケーブル帯とスリーブで縛り上げてます。この状態で TS4 が後ろに引っ張られたり落っこちたりすることはないのでご安心ください。ちなみに充電ケーブルと外付け SSD 用のケーブルはみんな大好きアンカーさんのケーブルホルダーで取りまとめています。外付け SSD で動画編集完結プロジェクトですが、結論 MacBook 内蔵の容量キツキツ 512GB ストレージでやるよりなんとはるかに快適でした。これは最高です。内容ストレージの転送速度は 2500MB/s、 外付け SSD は 500-600MB/s なんで、編集作業がちょっともたつくかなって想像してたんですが、実際には全然違いがなかったです。ちなみに今 Final Cut Pro の編集ライブラリファイルの容量を見ると119GB とかになっててですね、いつもなら編集作業中に何度も何度も生成されたライブラリファイルを削除とか繰り返しながら作業するのがめちゃくちゃストレスだったんですが、この SSD は容量 2TB なんで余裕のよっちゃんでした。 MacBook 内蔵で 2TB を積もうとすると11万2000円とかかかるんで、これが外付け SSD で3万6000円ちょっとでいけるならかなり良くないですか。 TS4 と合計してもはるかに安上がりになりますね。お前その方法はやばいよとかあればぜひコメント欄で教えてください。ちなみにこの編集作業の間 MacBook をスリープとか再起動とか何度かしてますが、一度も買って勝手に SSD が取り出しアンマウントされるとかはなかったです。今回ご紹介したアイテムはすべて概要欄に記載しておきますのでご安心ください。ご質問ご意見なども遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。いつも一人で書斎部屋にこもってばっかりの僕を、ご近所付き合いやらキャンプやら帰省やらの人間味あふれる温かい社会生活に引っ張り出してくれる、ちょっとだけ怒りっぽくて若干般若のごとき妻にこの動画を捧げます。あなたこそ僕にとっての理想のドッキング。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の主菜作りでした。